日本のエアケアブランド、パブリンズ、CM、平野仕様から、道江春優への起用発表。情報漏洩騒動で、両者関係に波紋。日本のエアケアブランド、パブリンズの CM で、ジャニーズ事務所所属の平野仕様から、何わ男子の道江春優への起用が発表され、ファンを大いに喜ばせました。 しかし、この CM 起用に関連して、情報漏えい騒動が発生し、P&G ジャパンとジャニーズ事務所の関係に一石を投じる事態となっています。パブリーズ新 CM の情報は、2023年10月25日に情報番組などで先行公開されました。以前、キングピンス以下、キンプリの平野市洋がこの CM に起用されていたが、 平野は2023年5月にグループを脱退し、ジャニーズ事務所からも退場。現在、同じく元ジャニーズの滝沢秀明氏が代表を務めるアーティストプロデュース会社とべに移籍しています。平野が飛べ入りした後も、彼が出演するパブリンズ CM は放送され続けていました。 しかし、新たに道絵が起用されることが発表される直前に、メーカーの公式 YouTube チャンネルから平野版の CM 動画が削除。ジャニーズを退場した平野から、現役ジャニーズの道絵に CM キャラクターが引き継がれました。と、スポーツ紙の記者は語っています。一方、8月26日に配信されたニュースサイト、週刊女性プライムによれば、道絵の パブリンズ CM 起用が正式発表される数日前から SNS 上では平野から道へに交代するという情報が広まっていました。発信元の SNS アカウント主は P&G の社外費のカタログに道へが写っていたと投稿していました。 金プリファンと見られるこのアカウント主はグループを分裂に追いやったとしてジャニーズ事務所に強い恨みを抱いており元ジャニーズとなった平野が降板する代わりに現役ジャニーズの道へが当番という展開に反感を抱いたようですパブリーズの不買まで宣言していましたと報道されていますただ この情報漏洩騒動により、結果的に得をするのはジャニーズ事務所のようです。元はといえ、ワピー &G 関係者が社外費のカタログを外部の人間に渡したことがこの騒動の発端だった様子。つまり、情報漏洩というあってはならないミスを犯してしまったのは P&G サイドなのです。同社の他製品にもジャニーズタレントが起用されていることから、 これまで両者は良好な関係を構築してきたのでしょうが、この漏洩騒動により、P&G はジャニーズ事務所に貸しを作ってしまった。パブリーズの CM 起用に、ジャニーズタレント以外の選択肢がなくなってもおかしくありません。ジャニーズはむしろにんまりしているのでは、と記者は指摘しています。平野仕様から道江春雄へしの、 パブリンズ CM キャラクターの交代に伴う情報漏洩騒動が日本の芸能界に大きな波紋を広げています。ジャニーズ事務所のタレントが広告キャンペーンに寄与されることは一般的であり、多くのファンがその活動をサポートしています。しかし、今回の情報漏洩事件により、 広告主である P&G ジャパンとジャニーズ事務所の信頼関係に亀裂が入り、これからの展開が注目されています。パブリーズの CM 起用に関しては、ファンの間で議論が巻き起こっており、一部のファンは情報漏洩に行き通りを感じ、パブリーズ製品の不買運動を呼びかけています。この事件が広告業界における情報漏洩の懸念を浮き彫りにし、 企業と芸能事務所のパートナーシップに新たな課題を投げかけています。一方で、ジャニーズ事務所は、情報漏えい事件により、広告主である P&G ジャパンから一定の優越性を獲得した形となりました。今後の広告キャンペーンにおいて、ジャニーズ所属タレントの起用がさらに重視される可能性があります。 飛び入りした平野仕様にとっては新しい CM 起用がファンの心を癒すきっかけとなるかもしれません。事態は今後も注目されること間違いありません。